俊石さん、今日は釣れますかね。いやどうでしょうね、これ。おーっと、来た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 、なんだこりゃ。なんだ、小物か。怖い。やれ、やれ、やれ、やれ。ミスロ高尾です。小田真理子です。小田彩です。俊石和弘です。私たち、新大陸発見部ネオプラー元気出して。いや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 、落ち込ませた情報人でしょ。いや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 い本当に思いつき、まあ、本当に思いつきでしたね。もう目立ってないということで目立ってないですね。つまらないというか、まあ、ヨーヨー釣り対決。ヨーヨーと言ってもヨーヨーって、ヨーヨーって、うん、あのね、女の子なんですよね。女の子のあの子のヨーヨーだよ、まあ、キーワードはバリバリ、 バリバリで、あの僕たちが釣る側で、はい、釣られる、まあ、釣られる側だったけれども、はい、ただ釣ってるっていうよりもただの変態だったね。あの学校、ああいう男子多いね。間違っちゃった。みんな多分気になってるね。転生してるよ。怖いよ。もう女の子普通に通えないわ。学校通えないわ。怖い怖い怖い。そうだね。トモキもなんかトモコに。あ、そうそうそう。トモコになるとずるいよね。あれずるいよ。だってあれみんな知らないわけだからね、トモキだって。そうだよね、全然違うから。ほら、すぐバレちゃうもんね、そういうところに関しては。本当だよ。それが普通だからね。確かにね。あと、イカロスにトモキがなんとプロポーズ。あ、はい、プロポーズしましたね。女のっぺね、こうね、プロポーズ何みたいな。すごいよ、似てらしい。どうなっていくんでしょうかね、そこら辺も気になりますね。気になりますね。では、9話のエンディングですが、はい、妊婦が歌う夏のお嬢さん。おお、妊婦、また夏来た。また夏来た。夏のアイドル。夏といえば妊婦ですよね。はい、かわいい。夏アイドルだもんね。はい、素晴らしい。はい、では、来週の10話も楽しみに待っててください。はい、では、行きましょうか。せーの、12秒で何が悪い。バイバイ。あのさ、黙示録編入ってすごいコメディだったけど、いいの？あ、なんかすごいコメディだったけど、すっかりと忘れられる感があるけど、まあでも、おいおいね、今回はバインバインってことで、新しい形の黙示録なんだね。新黙示録、新しい、新しい、それでいいか。うん、いいよね。いいでしょ。よし、もう諦めて